はい、皆さんこんにちは、グラバティストシンです。今月は6月号、そう、世の中はジューンブライトです。ジューンブライト、ジューンブライト、失礼しました。今月はウェディングブーケの作り方をね、皆さんに紹介します。特に一番難しいとされている、こう手で作るね、ハンドタイドブーケの作り方を紹介しますので、最後まで見逃さずにご視聴ください。いろんなテクニックが出てきます。ではですね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずね、こういうバラですね、バラなんかは葉っぱとか、あとはこういうトゲですね、こういうトゲ見えますかね、こういうトゲとかも全部きれいに取っておきましょう。手で取りにくいものは、このようにナイフとかを使ってバラのトゲを取ってください。なるべくこのステムに傷つけないような形で取っていきます。今回はナチュラルステムブーケを作りますから、あまりこうステムをね、この茎の部分を大きなダメージを与えないように気をつけて処理をしてください。でちなみにこの状態で、例えばこう花びらなんかが傷ついているものがあったら、もう先に取っておきましょう。で、綺麗な状態にして準備をしていきます。そしてこういうスプレー咲きのものなんかも、使う長さでカットして、やはりこれも葉っぱを取り除きます。で、例えばこうスプレー咲きなんで、脇枝がありますよね。この脇枝も確実にこう握り込んでしまうぐらいの長さの部分は、先に枝をきちんと切り離しておきます。このように、そしてこういう状態で準備をしていきます。こういう状態に準備をしていきます。はい、これキキョウランの葉っぱなんかは、こうキキョウランの葉っぱも1枚ずつに外して、そしてここの部分ですね、このステムのここの部分が少しこう太くなって汚い部分がありますので、これも、事前にこうナイフとかを使って、このように綺麗なステムに、綺麗なステムにしておいてください。はい、こちらが余分な葉っぱとかバラのトゲとかを取り除いた後の花材です。このようにステムをきれいにしていく事前準備が、素敵なブーケを作るための必須条件となります。ではこれから手元アップでブーケの制作をしていきます。まず最初にこちらのキキョウランに癖をつけていきます。このように巻いていくと、こういうふうに癖がつきますよね。これをすべてのキキョウランにこの癖をつけてください。はい、そして、そのキキョウランの中の大体5パーツぐらいですね。このようにホチキスで留めて、こう先っぽを伸ばしたような状態で、こういう状態でホチキスで留めていきます。はい、ではまず白バラを組んでいきます。白バラはこのステムはね、スパイラルで組んでいきますね。スパイラルというのは、こう茎を一定方向に向かって組んでいくことを言います。この状態でこの上の部分がね、少しこうトップからこうなだらかに落ちていくような感じですね。ただ極端にここは落とさなくていいです。もっと大きくなっていきますから。ただ少しこう気持ちを落ちていくように持っていくと、綺麗なフォルムになります。はい、で次にこのね、紫のクールウォーターというバラを入れていきます。今回は白バラとこの紫のバラをね、こうミックスというよりは、こう固めて使っていくようなブーケを作っていきます。はい、このような状態です。
でここで少しねやはりバラの高さを整えておきましょう。やっぱりトップから少しこうなだらかに落ちていくような形で整えておきます。そしたら次にこのブルースターをね入れていきます。はい、このここの部分にブルースターを配置しました。このブルースターはどちらかというとこのブルー紫のバラではなくて白いバラの方ですねに入れていくようにします。はい、そしたら次に先ほどホチキスで留めたこのキキオラをですね入れていきます。この丸めたキキョウランはこの先ほどのブルースターと反対側あたりに、ね、入れていきましょう。はい、そしたら次にこのニゲラですね。ニゲラをこの先ほど入れたキキョウランの中ですね、中側から入れ込んでいく感じです。まあもちろんこう上に出るものもあっていいです。この出るものと中に引っ込むものを両方入れ、うまくナチュラルに入れ込んでください。でこうブーケは少しずつこう回しながらね作っていくと作りやすいです。そうしないとどうしても後ろ側とか入れづらくなりますので、入れづらいところは回して入れていきましょう。はい、こちらにニゲラが入れ終わりました。はい、そうしましたら次にこの長いキキョウランを入れていきます。ブーケは必ずこうどうしてもね花がどんどんこう重力がありますから引きずり込まれていきます。それを少しずつこう直しながら作っていきます。こちらでキキョウランが入れ終わりました。はい、そして最後にお茶のお花を入れていきます。はい、こちらで全てのお花が入れ終わりまして完成です。これからバンディングこのテステムコードを今回はナチュラルステムなのでラフィアで縛って見えてしまう場合はナイロン紐は使わない方がいいです。ラフィアで縛ってこのステムのね足を処理していきます。ステムの縛り方ですね、まずこの縛る、このナイロン紐でもラフィアでもいいんですけど、紐をループでここの親指で持ちます。
で、そしたらこの紐をこのように回していきますね。で、結束の時はゆっくりこう少しずつ力を締めていくと、茎が折れたりします。しにくいですね。しないとは限らないんですけど、しにくいということです。締めて、ここでもう一度ループを作って入れ込んだら、最初に出てた紐をこの紐ですね、引っ張ります。そしてこれで結束ができます。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。今回のブーケの見どころは、もちろんね、このお花の部分もそうなんですけど、このステムの部分ですね。このナチュラルステムで持つ場合に、このステムがいかにこう綺麗かっていうところがやっぱ見どころの一つなんですね。なので、まあどうしても茎、お花の種類が違うと茎の太さとかも違ってきちゃうんですけれども、なるべくその茎が綺麗で、なんていうかな、形が整ってるものってあるんですよね。例えばお花がすごくこう綺麗でも足がものすごいゴツゴツしちゃってたりすると、ナチュラルステムにした場合にすごくこう見栄えが良くなくなっちゃうんですね。ですから、まずお花をチョイスするときに、そのステムを見て、ステムも一緒にチョイスしていく。お花とステムがマッチしたものをチョイスしていくっていうところが、今回の重要なポイントになります。で、キキョウランの、この状態に今ね、ステムが見えやすいようにこの器に入ってますけど、この状態で、お花はすべて保水ができてます。ただキキョウランはこの状態だとちょっと茎が浮いてますよね、だから保水はできてません。だから実際水をつけて飾る場合は、このバンディングポイントって縛ったポイントがありますよね。ここのところでまでこうしっかりと水をつけてあげれば、全部ちゃんと水が行き渡るようにはできています。なのでこう用途によってね、やっぱりこうナチュラルステムでお嫁さんが持つ場合なんかは、やっぱりこうステムが綺麗なもんじゃないとダメっていうことですよね。で、持った時もやっぱりこうゴツゴツしてると違和感がすごくありますから、しっかりとこう持った時に違和感がないものに仕上げてあげてください。それではですね、今日はこちらのナチュラルステムブーケの紹介でした。また次回ね、素敵なお花を紹介していきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.